皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の竹澤でございます。今回はギターを教える技術というとちょっと大げさな感じがするんですけれども、滝沢流のこうのギターの教え方みたいな、なんかそんな感じの話をさせていただこうかなと思います。別にそんな大した話が出てくるわけではないんですが、よかったら参考にしてみてくださいませ。ということです。なんでかと言いますと、季節柄4月じゃないですか。なんかこう学年が変わったりとか、なんか入学式があったりとかして、今からギターを始めますという方は結構多くなってくると思うんですよ。で、そんな方に対して、ギターを教えることになってしまったという方も結構多いかと思います。そんな方に向けて、僕が普段気をつけていることとかやっていることとかをお話しさせていただきますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。あとは、なんか見方を変えると、誰かに教えるとか伝えるとかっていうのはすごくいい練習になるんですよ。もちろん相手のためにもなるんですけれども、何気に自分の経験としてすごいこう役に立ちます。もうめっちゃ役に立ちます。なんかこう、なんとなくできるっていうレベルと、仕組みを理解した上でのできるっていう感じですかね。同じできるなんですけれども、これらは全然違うんだと。なんとなく心当たりありませんか。なんとなくできるっていうものと、もう仕組みを理解して、構造を理解して、なおかつ他人に伝えたりとか教えたりとかできるレベルでのできる。なんかこれらは同じできるなんですけれども、なんかこう立体的な知識としては全然違うものって感じですよね。そんな感じで、自分の経験にもすごく役に立ちますので、あえてこのギターを教えられる人を探してみるというのもなかなか一興かなと思います。ぜひ参考にしてみてくださいませ。ではでは、いつも通り話が長くなると思うので、2本の動画に分けようかなと思います。全部で6個のポイントをお話しさせていただこうかなと思っているんですけれども、今回の1本目の動画では、一番大事な1つのポイントをお話しさせていただこうかなと思います。もうめっちゃ大事です。もうこれがあれば他は何もいらねえというレベルですごく大事です。そんな大事なこととは何でしょうって、別にもったいぶっているわけじゃないんですけれども、ちょっと大事なことなので書きます。すごく大事なこと。あ、間違えた。平たく言うと、相手の方にできる気にさせるということです。やる気を出させるとか、なんかこうモチベーションを上げるという方もできるんですけれども、相手にできる気にさせるということ。ああ、なるほどね。俺もちょっとできるかもしれないなとか、なんか練習したらできるんじゃないのみたいな感じの、そんな気分にさせるということです。今、動画をご覧いただいている皆さんも、僕の他の YouTube 動画とかは見たことあるかと思うんですが、なんかこう、動画の中で僕はいろいろ説明するじゃないですか。これこれこんな感じです。ここでバーンして、ドーンして、ダンスで、できた、わほいっていう感じです。どうぞなんていう説明をしているかと思うんですけれども。だからそういった姿を見て、ああ、なるほどね、理解をしたよと。で、竹澤さんがすごい簡単そうにやっているから、意外と簡単にできるんじゃないのかな。どれどれやってみるかってこうギターを取って、ジャーンってやったら、できねえっていうパターン。結構あるかと思うんですが、そこがいいんですよ。そこがいいっていうのもちょっとあれですけども、そこがいいんですよ。で、自分ができないということが分かったならば、さあ、どうやったらできるようになるだろうって工夫っていうふうに考えていくことが、とにかく大事なわけです。いきなり初っ端から諦めちゃったりとか、あ、俺は多分できねえわみたいな感じで、なんかこうね、無理メンタルみたいな、だからそんな感じで取り組んでても、なかなかできるようにならないので、とりあえず第一歩目としては、あ、なるほどね。そういうふうにやればいいのねっていうふうに手順を理解してもらって、で、ちょっとこういろいろこうアドバイスがあったりとかして、ああ、なるほどね、俺多分できるわ、来週ぐらいにはみたいな感じで思ってもらうことがすごく大事です。できる気にさせること。むしろここにたどり着くためには分かりやすい話だったりとか、なんかこうね、理解しやすい例え話だったりとか、なんかこう自分の経験談を伝えることだったりとかするし、いろんなこのコツがあったりとかするんですけれども、とどのつまりはできる気にさせるということでございます。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。やる気を出してもらうというふうにも言えるんですけれども、ちょっとそれとはなんか少しニュアンスが違う気がするんですよね。できる気にさせる。多分これはもうギターに限らず何でもそうですよね。なんかスポーツとかに関してもそうだと思いますし、なんかその資格とか、なんかこう勉強とかに関しても同じだと思いますし、ああ、なんか俺できんじゃねえかなっていうふうにこうさせることがとても大事です。で、基本的に僕はあんまりこう、なんて言うんでしょう、ダメだとか、なんかこう、けなしたりとかすることはまずなくて、なんかこう、ああ、いい感じ、いい感じって、なんかいい感じしか言わないんですけれども、そんなふうにこうあんまり否定したりとかもせずに、
で、その今どこが悪いかとかをちょっと細かくアドバイスしながら、あ、なるほどね、ここを修正していけば俺はできるようになるのか、みたいな感じでこう進めていただいているような感じでございます。あ、意外と長くない?5分くらいか。ちょっと次回予告じゃないですけれども、残りの Tips をちょっと紹介させていただきます。まず一番最初にその大事なこと、できる気にさせること。まあ、ぶっちゃけこれができていれば、もう他はいらねえって感じです。で、2つ目としてはメモを取ってもらうこと。で、3つ目としては録音してもらうこと。で、4つ目としては、あ、そうですね。ちょっとこの辺はメンタル的な話です。メイプレイヤーとメイコーチ。技術というよりもメンタル的な話ですね。で、知ったかしない。という5つのポイントがございます。ちょっとこれだけ、あ、どうしようかな。ここだけ、ちょっと今回の動画でお話しさせていただきましょうか。名プレイヤーと名コーチ。まあ、このタイトルでもうすべて説明できているんですけれども、まあ、単純にうまい人が教え方がうまいとは限らないと。逆に、教え方がうまい人がすごいうまいとは限らないということです。なので、その皆さんがその、ね、ギターを教えるという立ち位置になるときに、ああ、俺全然うまくねえしな、みたいな感じでこう、ちょっと気負いをするときがあると、気遅れするときがあるかと思うんですけれども、まあ、何かしらを、ね、その技術とか知識とかを伝えるときに、ね、そのうまい下手とかあんま関係なかったりとかするんで、だからそういうのは、ね、どんどん積極的に、ああ、俺ギター教えたるぜ、ギター教えたるぜ、なんつって、そんな環境を作っていただけると嬉しいなという感じでございます。はい。では、思ったよりも短かったですけれども、そんな感じです。できる気にさせるということと、名プレイヤーと名コーチは違うということ。次回の動画で、このメモを取る、録音する、知ったかしないについて、いろいろお話をさせていただこうかなと思います。お楽しみによろしく、どうぞ。そんな感じでまた次回。さようなら。